ははい、こんばんば小石です今日2020年、えー、5月6日あ暦のうちではゴールデンウィーク最終日なので、えー、簡潔にシンプルに述べたいと思います今日お話しするテーマは「人を否定するな否定される立場になれ」っていうお話ですはい、どういうことかと申しますとあまずですね私自身は この性格も含めて、人を否定するっていうことが得意ではありませんし、滅、え、多、ー、にはしません。はい、性格上と申しましたけど、えー、加えてですね、まあ、一例を挙げると、例えば総理大臣があ何かあメッセージを発信しました。対策打ちますと、おメッセージ発信したときに、えー、まあ、賛成意見もあれば、こやれ、そのメッセージが間違ってるとか、あその対策が遅いとか、まあ、 一部批判の声も上がると思ううんですす、えー、私はこう考えますその総理大臣のことを私自身やったことないから、えー、具体的に言うと総理大臣もその、まあ、いろんな忙しい中でいろんな制約がある中で、まあ、いろんなプレッシャーの中で重責を背負ってメッセージ発信してると思うんです。えー、そういうい立場を にななってないからあまあ言える立場じゃないというかそこでいろんな批判を述べ立てても生産的だじゃないかな、まあ、こういう理由もあってまあうんそれが性格上なんかもしれないですけどあまり批判はしません。これが冒頭に申しましたあ批判はするなまあ,あ具体的に言うと、まあ、生産的じゃないし。 そのポジションになったことはないのに言うべきではないっていうことですね。えー、これが批判はするなっていうことです。で、反面、えー、批判される立場になれっていうのは、まあ、さっき言った例がちょっとリンクしてるんですけども、批判されるぐらい、まあ、あ大物であれっていうことですね。まあ、そうやって総理大臣がメッセージ発,し発信したら、 もう必ずと言っていいほどお一部の、まあ、カウントアクションが起きます、あこれは必ず、でもそ,その意見さえも、まあ、含めるというかそのイエスマンだけじゃなしにその人たちも結局その発言、その言動をやっぱ気にしてるから、えー、アンチがつくとかい、まあ、う発てですね。 著名な、まあ、YouTuber とかあー、まあ、著名なあインフルエンサー発信者もそうなんですけど何か発信したらあまあ必ずと言っていいほどアンチ、まあ、あがおるしそのアンチの人らも絶対必ず,必ずあのその人の行動を追ってるんですね、うんえー、例えば YouTube とかでもまあ,あすごい人は バーンと動画出してもまあいいねが1000件ついて、えー、こう悪いねが、まあ、230件必ずついたりとかまあそれはもう常日頃のことなので、えー、そうやってアンチの声がつくぐらい、えー、それを巻き込むぐらい大、えー、いになれという、えー、ことがあ今日のおメッセージでした、えー、だから批判しててもお それはあ生産的でないし批判されるぐらいじゃあ、えー、オリジナルで発信しようよっていうことでしたはいえー、明日から仕事の方もおられるかもしれないですけども、まあ、まずは3密を避けて、えー、できるだけこう、えー、状況を見てですね、えーどえー、少しずつ経済を回していけたらと思いますということで また明日お会いしましょう。